こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回ご紹介するのはここにかけてますけれども、このアイテムは半袖のオープンカラーシャツ、そしてパンツがアンクル丈のイージーワイドテーパード、通称ペダルパンツと言われてますけれども、このシャツとパンツを今回はね、同時に紹介していきたいなというふうに思っています。今回ね、こういうふうに同時に紹介するというのは、この動画の後半に実際に私がこれを試着をしてみてどんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思ってるんですね。いわゆるそのコーディネートっていうのを一緒に見てほしいので、今回はシャツとパンツと同時に紹介をしていきたいなというふうに思っています。ご覧のようにまずカラーなんですけども、このシャツの方がオフホワイトとブラックという2色なんですね。そしてパンツがブラックとベージュという2色展開。ご覧のようにオフホワイトにはブラック、ブラックにはベージュのパンツを組み合わせてみて、この動画の後半にどういったコーディネートが楽しめるか、それをね、ぜひ見てほしいというふうに思っています。それではシャツの方から紹介したいと思います。このシャツですけども、これは大阪のドメスティックブランドであるモデムデザインから、このオープンカラーシャツ、襟のね、この開いたオープンカラーシャツを紹介したいと思います。まずこの最大の特徴はこの生地にあります。この生地っていうのはポリエステルが 100% で作られています。非常に柔らかくてしなやかで、ちょっとドレープ感のあるようなこういったシャツに仕上がっているんですね。そしてこのシャツの特徴はご覧のようにこの大胆なデザインなんですね。こういう感じでデザインがされていますけども、帽子をかぶったおじさんがサングラスをかけて、こうひげ面のおじさんですね、これがこういうふうに大胆にこういうふうにデザインがされているわけですけども、このキャラクター、このキャラクターはそのモデムデザインの中におじさんシリーズであるんですね。このキャラクターが、例えばその T シャツとかロン T とかあります、カットソーがありますけども、そこに登場するこのおじさんシリーズの中のこのキャラクターが、大胆にこういうふうにデザインされているんですね。こういったデザインになっています。夏ということで、こういうふうなね、斬新なデザインでちょっと遊んでやってもいいかなというふうに思うんですね。秋冬は秋冬でちょっとシックな感じになるんですけども、やはり夏ですので、こういったちょっとインパクトのあるシャツでちょっとね、楽しんでもらってもいいんではないかというふうなことなんですね。これがオフホワイトという色合いになります。そしてもう一つの色が、こちらがブラックという色合いですね。こういった、斬新なデザインでされているんですね。非常にそのね、個性豊かなシャツに仕上がっているかというふうに思っています。そしてこのシャツの形ですけども、この形はいわゆるボックス型といって、身幅肩幅を少し余裕を持たせて、着丈はそんなに長いタイプではないんですね。いわゆるこう長方形のボックス型で作られているのがこのシャツになります。非常にこの個性豊かなデザインでされているかと思いますね。こういった面白いデザインで、夏はね、楽しんでもらってもいいかなというふうに思っています。こういったデザインですね。そしてパンツですけども、パンツは岡山のジーンズメーカーであるベティスミスから、このアンクル丈の、ワイドテーパードイージーパンツ、こちらを紹介したいと思います。この形ですけども、まずは、このイージーパンツと言いましたけども、イージーパンツがこういうふうにウエストにゴムがついてるんですね。ゴムがついていて、こう横に広がりますので、ある程度ウエスト調整することができます。そしてここに、アンクルフィットと書かれてます。アンクルフィット、アンクルフィットというのは股下が短いんですね。この股下が短くなっていて、スニーカーとかサンダルがはっきり見えるぐらいの長さになっているのがこのアンクルフィットというふうになっています。そして形ですけども、形はいわゆる先ほど言ったペダルパンツと言われていますけども、ペダルパンツというのはヒップ太ももに余裕を持たせながら、こういうふうに余裕を持たせながら、膝から下をシュッと細くしてあるんですね。こういうシュッと細くしてあるので、簡単に言うとちょっと樽型のような感じ、こういった感じなんですね。こういったのがこれはブラックになります。そしてもう一つの色が、こちらがベージュカラーになります。こういったベージュカラーですね。ブラックとベージュの2色展開になっています。そしてこの生地ですけど、これ綿 100% なんですけども、細い糸番手で作られているんですね。細い糸番手を高密度で作られていますので、生地はそんなに、ね、厚くない、どちらかというとちょっと薄い生地なんですけども、張りとコシのある、ちょっとシャリ感のあるような、こういうシャリ感のある生地で作られているんですね。夏には最適なパンツではないかというふうに思います。ここはある程度ゆとりがありますので、そのベタつきにくいということもありますよね。綿 100% 薄い生地で作られているので、暑い夏でも快適に過ごしてもらえるのではないかというふうに思います。それでは実際に私がこれを試着をしてみて、どんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思っています。私、身長168センチ60キロの体型で、パンツはそれぞれ M サイズ、そして、シャツですけれども、オフホワイトが M サイズ、そしてブラックが L サイズを今から試着をしてみて、どんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思っています。そしてまた、この商品の詳しいことはこの動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをクリックしてみてください。今回のこの2
2つのコーディネートのテーマというのは、まあ、男の夏のリゾートスタイルということで、ちょっとゆったりとしたスタイルになるかと思います。シャツもパンツもちょっとややゆとりのあるようなスタイルになっていますので、全体ね、どういう風に見えるのかを見てほしいというふうに思っています。それでは今から私がこれを試着をしてみて、どんな雰囲気になるのか、それをぜひ見てほしいと思います。Finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. And I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you.